コネチカット植民地、コネチカット植民地、コネチカット植民地は1636年から1776年まで北アメリカ現在のアメリカ合衆国コネチカット州の領域に存在したイギリス領植民地である。当初は川の植民地と呼ばれ、ピューリータン貴族の受け入れ地として1636年3月3日に組織化された。 初期のオランダとの闘争後、1630年代後半までにイギリスが高級的な支配権を負った。この地域は後にピクオート戦争と呼ばれるイギリス人と先住民族の間の血なまぐさい戦争の舞台となった。これはチャーターオーク事件と呼ばれるニューイングランド自治領の地元権威に屈服ぷくるのを拒否した伝説的出来事とともに新世界に自治政府を打ち立てるために 重要な役割を演じた。今日のコネチカット州にあった二つのイギリス植民地、セーブルック植民地が1644年に、ニューヘイブン植民地が1662年に、コネチカット植民地に併合された。この地域に入った最初のヨーロッパ人は1614年にロングアイランド湾を通り、コネチカット側を遡って、今日のハートフォードまで行ったオランダ人探検家。 アドリアン・ブロックの遠征隊だった。この時その地域に住んでいたピクオート族に遭遇した。1620年代までにニューアムステルダムからのオランダ人交易業者がコネチカット川沿いに毛川交易基地を設立し、その中でも著名なところは現在のハートフォード内パーク川がコネチカット川に合流する地点に作られた良い希望の家、英語、ハウス・オブ・グッド・ホープ、オランダ語。 ハスで声でフープだった。1630年までに北、アメリカでオランダの強力な競争相手だったイギリスがニューイングランドの東海岸にいくつかの開拓地を作った。1620年のプリマス植民地、1623年のニューハンプシャー植民地及び1630年のマサチューセッツ湾植民地などだった。イングランド王ジェームズ一世は ニューイングランド評議会の議長、第2代、ウリック伯爵ロバートリッチに、ナラガンセット湾から西に、太平洋岸までの地域への入植権を認可した。1631年、ウォリック伯は、この認可を、北、アメリカにおける逃避場所になりうるところとして、インランドにいる15人のピューリタン領主に譲渡した。この特許を受けた者たちの中に、初代性アンドシール施爵。 ウィリアム・ファインズやブルック卿、ジョージ・フェンウィック大佐等がいた。1635年、特許受験者たちは、マサチューセッツ湾植民地総督の息子、ジョン・ウィンスロップ・ジュニアを、川の植民地知事として任命した。ウィンスロップは1635年10月に、ボストンに到着し、オランダが、コネチカット川川口の、パスベショ賞家、アルゴンキン語で河口という意味と呼ばれる。 場所の占領を計画していることを知った。このオランダに対抗するために、ウィンスロップは、エドワード・ギボンズ中尉とサイモン・ウィラード軍曹の指揮で20人の大工と他の作業者を小さな船に乗せてコネッチカット川、川口に派遣した。この遠征隊は11月24日に川口、近くの西岸、京のオールドセーブルックに上陸し、オランダの紋章を刻みつけてある木を特定した。 彼らはその紋章を剥ぎ、盾を描きニットを洗っている顔を描き入れた。大砲のための砲台を建設し、小さな砦を作った。オランダ船が数日後に戻ってくると、大砲とイギリス船を見つけて撤退した。ウィンスロップはこの地点を、ファインズ、静止尺とブルック卿にちなんで、ポイント制ブルックと改名した。1630年代には、イギリス人開拓者が、 ニューイングランドの他の植民地からコネチカット川渓谷に移ってきた。1633年、ウィリアム・ホームズが一軍の開拓者を率いて、プリマス植民地からコネチカット川渓谷に入り、オランダの交易基地から北数マイルにウィンザーを設立した。1634年、ジョン・オールダムと一握りのマサチューセッツの家族がオランダの交易基地から、 南数マイルにウェザーズ・フィールドの地域に家具を建てた。次の2年間にマサチューセッツのウォータータウンから30家族がウェザーズ・フィールドでオールダムの追随者たちに加わった。この地域のイギリス人人口は1636年に膨れ上がった。牧師のトマス・フッカーがリチャード・リスリーを含む100人の開拓者と130頭の牛を導き、マサチューセッツ湾植民地のニュータウン、 今のケンブリッジからコネチカット川の両岸に入り、古いオランダの砦とは、パーク川を挟んで対岸に、ハートフォードを設立した。1637年、コネチカット川沿いの三つの町、ウィンザー、ハートフォード及び、ウェザーズフィールドが、ピクオーと戦争を戦うために、共通の政府を樹立した。これらの開拓者たちは自分たちの規則と規制による、 新しい教会の社会を樹立したいと考えた。歴史家のヘンリー・エス・コーンによれば、彼らは民衆によって選ばれていない、執政官の権力に不満だった。しかし、彼らは、その持っている土地を広げたいとも思った。1638年夏、これらの町では、コネチカット基本条例を書き上げ、政府の原則、権力及び構造を決めた。 これらは1639年1月14日にコネチカット委員会に採択され、トマス・ウェルズによって公式記録に書き写された。コネチカットは1662年に王室直挙を受け、公式の王室領植民地になった。ニューヘイブン植民地は異なる生態だったが、1662年の直挙のもとにコネチカットに併合された。 ニューヘイブン植民地の住民は1565年1月5日に初めてコネチカットの支配を認識した可能性がある。ニューヘイブンはイングランドをチャールズ一世を告発し1649年に死に至らせた判事のうち3人をかくまっていたので、イングランドから大きな圧力を受けたためにコネチカットと合併した。この直挙が後に差し押さえられることになった時、 ある市民が多くの木の幹にそれを隠した。ニューヘイブン植民地は1641年のレナペ、族との協定により、デラウェア側の東西両岸の全域を所有すると主張することになった。この植民地は現在のフィラデルフィアで最初の何らかの形で開拓を始めた。その地域に住むニュースウェーデンやニューアムステルダムの住人がその開拓地を燃やし、 そこは、マサチューセッツ湾植民地によって否認された。ニューヘイブン植民地はこの試みから撤退したものの、そのレナペ族との協定で、デラウェアの東西に、大西洋から太平洋まで全ての土地、いわゆる海から海までというコネチカットの領有権主張の根拠になった。著名なピューリタンの牧師トマス・フッカードマサチューセッツ湾植民地知事ジョン・ヘインズが、年に、 ハートフォードまで100人の人々を引率し、これがコネチカット植民地の創設者と考えられることが多い。フッカーが1638年5月31日に政府の原則についてその信徒たちに言った説教が、その年後半にコネチカット基本条例を書いた者たちに影を与えた。この基本条例は1630年代のコネチカットに住んでいた唯一人の訓練を積んだ。 弁護士であるウィンザーのロジャールドローンが起草した可能性があり、事務官トマス・ウェルズによって公式記録に書き写された。ダベンポート牧師と商人のセオフィラス・イートンがニューヘイブン植民地の創設者と考えられている。ニューヘイブン植民地は上記のように1660年代にコネチカット植民地に吸収された。植民地初期では 知事がその任期を続けて務めることができなかった。このために20年間というもの、ハートフォード出身のジョン・ヘインズとエドワード・ホップキンスが交互に知事を務めた。1640年代と1650年代には、やはり、ハートフォード出身のジョージ・ワイリーズ、トマス・ウェルズ及びジョン・ウェブスターが短期間知事の座に座った。マサチューセッツ湾植民地創設者の息子。 ニューロンドンのジョン・ウィンスロップ・ジュニアがコネチカット川近辺に点在した開拓地をまとめて単一の植民地にするときに重要な役割を果たし、ウィンスロップは1659年から1765年までコネチカットの知事を務めた。また1662年直居取得の提唱者でもあり、この直居でニューヘイブン植民地をコネチカットに併合した。 ウィンスロップの息子フィッツ・ジョン・ウィンスロップも1698年から10年間知事を務めた。ロジャールドローはオックスフォードで教育を受けた弁護士であり、マサチューセッツ湾植民地の副知事であったが、この地域を開拓する権利を高等裁判所に請願した。ルドローは土地の権利に関する論争を収めるためのマーチ委員会を裁量した。 フッカー、ウィンスロップなどとの協力で1650年、コネチカット基本法の起草者とされている。ルドローは、コネチカットの初代副知事だった。ギルフォードのウィリアム・リートは、コネチカットに併合される前のニューヘイブン、植民地知事を務め、ジョン・ウィンスロップ・ジュニアが1675年に死んだ。あとは、コネチカット知事も務めた。両方の植民地知事を務めた、唯一人のものだった。 ビルフォードのロバート・トリートは、コネチカットがエドマンド・アンドロス教によるニューイングランド自治領に併合される前後で知事を務めた。その父、リチャード・トリートは、この植民地の初めに特許を受けた者の,の一人だった。この植民地では18世紀に一連の強力な知事が現れ、それらの者は死ぬまで毎年再選された。フィッツ・ジョン・ウィンスロップが死んだ時は、 ウィンスロップのニューロンドンにおける牧師、ガードン・ソルトンストールが知事に選ばれた。ソルトンストールはコネチカットで知事に選ばれた唯一の牧師であり、ピューリタンの牧師は公職に就けないという一般にあった誤解を覆した。ソルトンストールが死んだ時、副知事であるハートフォードのジョセフ・タルコットが知事になった。タルコットが死んだ時も副知事だったミルフォードのジョナサン・ローウが、 知事職を次だ。ジョナサン・ローが死んだ時は、ウィンザーのロバート・ウォルコット副知事が知事になった。ウォルコットは、アメリカ独立宣言の署名者、オリバー・ウォルコットの父であり、1754年のスペイン戦事件におけるその役割のゆえに選挙で落選した。ウォルコットの後継者、ノーウォークのトマス・フィッチは7年戦争の間、植民地を指導したが、 フィッチも1766年の因子法拒否で強く出なかったために落選した。フィッチを破って当選した、ハートフォードのウィリアム・ピットキンは自由の息子たちの支持者でもあり、また元知事、ロジャー・ウォルコットのいとこでもあった。ピットキンは1769年に死に、レバノン出身の商人ジョナサン・トランブル副知事が後を継いだ。トランブルもまた自由の息子たちの支持者であり、 独立戦争の間も知事に選ばれ続け、1784年に引退した。この年はアメリカ合衆国のイギリスからの独立を認めたパリ条約調印から1年後だった。マサチューセッツ湾植民地と同様、コネチカットは植民地における国境界としての改修派協会を作ったピューリタンによって設立された。税金が地元の牧師たちを支え、 日曜の礼拝に出席できなかった植民知人は罰金を取られた。1708年まで、改修派教会はコネチカットで唯一の合法宗教だった。しかし、その年に分別ある意義を認め、著名なところでは、イングランド国教会やバプテストのような特定の被告教徒については、彼らの教会に献金するという条件で、国境を支えるための税金を払わなくともよい。 ものとした。また1708年には、セーブルック校領を採択し、地元の新都団から、教会の主権を奪い、それを、植民地全体に広がる牧師によって運営される、議会の手に委ねた。1701年、植民地議会は新しく改修派の牧師を、育てるという使命を持つ大学の設立を承認した。キリングワース、セブルックび、ウェザーズフィールドと移った後で、 1716年に、高級的な場所として、ニューヘイブンに設立された。1718年、ボストンで生まれた、富裕な、イギリス人実業家、イライヒュー・イエールからのかなりの額の寄付の後で、大学の名前は、イエール大学と改められた。1720年代初期、大学の牧師ティモシー・カトラーが、教官の一人や隣接する教区の牧師二人と共に、 イングランド国教会に改修したと告発され、イエール大学で宗教論争が起こった。1722年、大学の理事会は大学の正当性を強制すると決断し、カトラー牧師や問題のある教官を解任し、今後は全ての教区牧師や教官がセブルック考慮への意を宣言しなければならないという決議案を採択した。 18世紀中頃の大覚醒は、植民地中に衝撃を与え、改修派教会を分裂させた。覚醒を報じる者は、ニューライツと呼ばれ、これに反対する者は、オールドライツと呼ばれるようになった。ニューライツはそれまでの牧師によるしばしば情熱のない、礼拝に不満を抱き、多くの町で、別の宗教団体あるいは教会を設立する、誓願を行った。 オールドライツはこれらの試みに反対し、ニューライツは分別もない。その礼拝では、感情的な性格があるためし、意義を唱えているのでもない。彼らは、改宗派教会であり続けたと主張した。覚醒を抑圧しようとした、オールドライツは、植民地議会を説得して、巡回法を成立させ、移動する牧師が、町の牧師からの正体なくして、コネチカットの町で説教を行うことを禁じた。 多くの歴史家たちはこの方が植民地における政治問題に火をつけたと考えている。アメリカ独立戦争の間、植民地イングランド国境会信徒の多くはフェアフィールド軍に集中しており、ロイヤリストであり続けた。ある国境会信徒ブリストルのモーゼス・ダンバーは反逆者として有罪宣告され、ロイヤリストであるために公主刑になった。改宗派教会は、 革命期間のコネチカットでも国境界であり続けたが分別ある意義を持つ教会として時と共に支配力を弱まった。1818 18年のコネチカット憲法の採択によって改修派協会は国境界ではなくなりついにコネチカットには政教分離が訪れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。